疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。なんだ。ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。急げ、もうすぐだ。この嫌な感じはやつの気だ。お父さんが危ない。クリーンさん、あれ降りろ。ご飯、下に降りて隠れるんだ。おい、やじろべ。あん化け物、誰だと思う。サイヤ人だきゃサイヤ人。知ってる。だが、やつの尻尾を切れば元に戻る。ご飯とやじろべえは前に回って、やつの気を引いてくれ。隙を見て、俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。やつの気を引けって。やつは、元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットもガキじゃないか。よし、現存そんな。尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。元気玉を。何？
らの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。出た。これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ、俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おさん、ヤムチャさんも俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。